ございました。ありがとうございました。はい、緊急。そうですね、本当に緊急 で、ね、すっごい。でもなかなかああいう場所で歌わせていただく機会ってないので、はい、めちゃくちゃ楽しかったですね。私お祭り大好きなんですよ。もうちっちゃい頃から大好きで、もうちっちゃい頃の方がヨーヨー上手だったんじゃないかな。あんなに難しいと結構ひょいって取れるものなのかなと思ったんですけど、何回やっても無理で、あんな難しいとは。そうですね、心優しいスタッフの方が歌った回がありましたね。そうですね、本当に 歌わせていただいたおかげでヨーヨーがいただきました。今日もちょっと一人でこれで遊びたいと思います。こういうこと二人だから、君と一緒だから、闇の中でも笑えるの。そういう修行で47都道府県回ってたんですけど、静岡の浜松にお邪魔させていただいた時、その時にあのブログでですね、おすすめどこですかってめっちゃ聞いてたんですよ。もうみんな爽やか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 って、やばいですよね、あのボリューミーさというか。出てきた時のあの感動と、2つに分けてハンバーグが2つになるじゃないですか、あの瞬間のこの奇跡的な感じが、あ、増えたみたいな、あれめっちゃ嬉しかったですね。そうですね、そうですね、ぜひぜひよろしくお願いします。勉強します。ちょっとこうところどころに歌的なものも入れていきながら、はい。そうですね、でも本当に前の方とかやっぱ見えるじゃないですか、全然ステージからも見えるんですけど、もうすごいみんな笑顔で、絶対私のことを初めて見たよっていう方々もたくさんいらっしゃったはずなのに、すごい笑顔で手拍子してくれたりとか、なんか笑顔でしおねちゃんって名前呼んでくれたりとか、めちゃくちゃ温かいし、なんだろう、こうノリがいいというか、すごいこう来てくれるなって感じがしましたね、うん。歌を歌う時に大切にしているのは1対1的な気持ちで 歌うことだったり、その会話をしてるっていうのを意識して歌ってます。歌を歌として感じるんじゃなくて、やっぱなんだろう、そこにメロディーがついてるだけで、歌って言葉じゃないですか。だからその言葉をどれだけ言葉として伝えることができるかっていうのは一番意識してますね。二人だから君と一緒だから、闇の中でも笑えるの。 So if you feel so sad、 少しまた酔ってよ、過去も悪くて OK、 素直になって。都会エリアに来るたんびに、私自身もたくさん皆さんからパワーをもらって、元気をもらって、次よし頑張ろうっていう風に思えてます。ぜひこれからも応援していただけたらなと思います。そしてね、ぜひこう名古屋で単独ライブをしてですね、本当に今までたくさん私のことをこう応援してくださった皆さんと一緒に最高の時間を過ごせたらなと思いますし、まあ、そういう単独ライブという場所で皆さんに何か恩返しができたらなという風に思っています。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。